リラクヤの花澤です。本日は背景のセルフマッサージをご紹介します。背景のツボをほぐすことによって咳を鎮めたり、腕の痛みや疲れを緩和したり、肩こりを和らげたり、それからバストアップですとか鎖骨をきれいに出してデコルテラインをきれいにするといった効果も期待できます。それではまず中府のツボを押していきます。中府のツボは、鎖骨の一番外側の端っこですねの下のくぼみからもう少し下、親指の幅分ぐらい、下がったところにあります。この4本の指で、少し鎖骨のくぼみから下がった部分ですね、この辺りになりますが、これをこう押し揉むようにして、刺激してください。咳ですとか肩こりですとかバストアップに効果があります。腕の痛みがある方はこう押しながら肩を回すようにすると効果が高くなります。こういう感じですね。次は雲門というツボになります。四十肩、五十肩、肩こり、花粉症などですね、咳や喉にももちろん関わりますけれども、に効いてくるツボになります。乳首の位置から上に上がって、そのまま上に上がって鎖骨と肩のこの骨ですねがぶつかるところが雲門のツボになります。親指で当てて肩を支え、肩をこうの方に四肢を回して、そしてぐるっと押しますね。腕の痛みやしびれにも効果があります。結構響く感じなのであまり強く押しすぎないようにしてください。反対側も肩の骨が鎖骨がぶつかるあたりですね、に鎖骨のすぐ下ですね、手を当てて肩を四肢で肩を押さえて押し込むようにして押します。ツボを押す際は呼吸をゆっくりさせて徐々に押していって徐々に離していく、また徐々に力を込めてまた徐々に離すというふうに押します。次は胸迫というツボになります。この力こぶを作った時のこの上腕の膨らみですね、このちょうど真ん中あたりになります。これを上腕骨に向かって、押しますね。咳や痰、肩こり、それから肋間神経痛ですとか、腱鞘炎、腕の痛みしびれといった症状に効果があります。このこれもちょうど中央部分ですね、本体の手の親指で四肢で挟むようにしてまっすぐ上腕骨の方に向かって押します。次は尺拓というツボになります。肘を曲げた時にこの真ん中、肘の折り目の真ん中部分にですね、硬い筋が触れるかと思いますが、この筋の親指側のところに親指を当てて押すと尺拓のツボに当たります。喉に潤いを与えて喉の詰まりを取りますので、咳や痰を
沈めたり、手のほてりを、手の疲れからくる手のほてりを和らげたりします。腕の痛みやしびれにも効果があります。反対も行います。深いところにありますので、指を少し曲げる力でですね、押し込むようにしてください。次は交際というツボになります。先ほどの尺卓から指4本分手首寄りにあるところあるツボです。押すとちょっと響く感じですね。肘の痛みを取ったり、胸の苦しさ、咳、痰などに効きます。また、痔にも効果があります。ここは痛い人は、それを軽減するようなつもりで、優しく、丁寧に少し時間をかけて、ほぐすようにしてください。次は体炎というツボです。こう手を親指側の方に当てて、親指を当てて脈を感じるところが体炎です。でこう、手首をつかむようにして押してください。咳込みですとか風邪の引き始め、喉の痛みなどに効果があります。グーッと押すと響く感じがあります。手の疲れにもいいです。このように両手を押しますね。次は魚鰓というツボになります。魚鰓は親指側の胸腹と言いますけれども、指の腹のところのこの手のひらと甲の境の部分になります。でそこで骨に触れるところのちょっとくぼんでるところが魚鰓というツボになります。このように獅子で掴むようにして親指で押します。親指の疲れや痛み、それから下痢にも効果があります。もちろん喉の痛みや痰にも効果があります。このラインでくぼんでるところ、骨に当たるところ、響くところというのを目安にして探して押してください。こういう感じで押します。最後に小小というツボになります。この親指の爪の生え際の外側ですね、人差し指側ではなく外側の爪の生え際です。このようにして押します。肺の症状ですとか喉の症状ですね、咳が出るとか痰が出るとか胸が苦しいとかという時には大体使われるツボになります。声が枯れたり、か細く弱くなってしまった時の、甲高くなってしまったりした時の声の調子を整える、また、手の疲れからくる手のほてりにも効果があるツボです。以上です。ありがとうございました。